24時間勤務に不安を抱える方も多いとは思いますが、女性が安心できる仮眠室、トイレ、浴室などが整備され、不自由なく働くことができます。消防は男性のイメージが強い職種ですが、女性の笑顔や優しさを活かせる職場でもあります。緊張する場面も多く、精神的にも体力的にも疲れることはありますが、その分きっちりと休みもあるので、趣味に時間を費やすことができ、プライベートも充実しています。情報司令課の支援員として24時間勤務をしています。姫路市消防局にはさまざまな業種で活躍している20人以上もの女性消防士がいます。消防隊や救急隊だけでなく、私たちのような司令員を含めさまざまな業種があり、自分らしさを発揮できる場所がたくさんあります。男性女性に関係なく、出産、子育て、介護などさまざまなライフステージに応じた働き方をすることができます。性差を受け入れざるを得ない時があることも事実です。しかしそれ以上に自分の目標を高く持ち続け努力すれば、皆様の安全安心を守るという夢をいろいろな形で叶えることができる職場です。